ちゃくんが朝ごはんを食べるイメージトレーニングをしております。私の朝が起きるのが遅いとマサルはああやって待ちきれず朝ごはんを食べるイメージトレーニングを始めてしまいます。ごめんね、お腹空いたよね。起きましたのでもう大丈夫ですよ。イメージトレーニングしなくても食べられますからね。ああやってマサルくんは上手に潜在意識の力を使って引き寄せの法則で朝ごはんを引き寄せます。